はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはるです。はい、今日は好調ですね。うん、仮面ライダービルドのデラックス。フェニックスロボフルボトルセットです。はい、こちらですね、平時ネファイナル、あの映画にも登場しましたけれども、うん、どうやら北斗のボトルっぽいね、うんうん、で、箱の裏側にこういうね、フォームの写真があるんだけど、うん、かっこいいよね。お、左手がなんかロボット、うん、そう、激突ロボットみたいなね、そんな手だよね、うん、じゃあ早速開けていきましょう。はい、はい、こちらがフェニックスフルボトルですね。これかっこいいね、うん、すごい ね、真ん中にフェニックスが描かれてるんだけれども、周りが透明で真ん中が赤になってて、初めてかな、これ普通のフルボトルだとね、うん、こういう感じで色分けされてるの。このコブラフルボトルとバットフルボトル、うん、これは確かにこうやって色分けされてたけど、まあ、これに近いのかな。そうだね、うん、もう一つがロボットフルボトルだね、うん、これも同じだね。ロボットのとこだけこの銀色になってて、他は透明になってます。すごいかっこいい。なるほど、北斗のフルボトルは色分けされてるっていうことなのかな、うん、ではビルドドライバーで聞いていきましょう。不死身の兵器って言った？うん、なるほどね、かっこいいね、うん、めっちゃ強かったしね。そうだね、強かったよね、うんうん、あ、じゃあ今回も変身対決やっていきましょう、はい、まずはエイジン君からお願いします、うん、さあ、実験を始めようか。変身。オッケーですか？うん、オッケー、はい、どうでした？難しかった？うん、そっか、じゃあ今度パパやります。はい、フェニックスロボット。ベストマッチ。ごめんなさい、当たっちゃった。ちょっと無理があったかな。はい、ということで今回もですね、変身対決のアンケートをやってますので、エジン君がかっこいいのか、パパがかっこいいのか、よろしくお願いします。はい、たまにはパパにも票入れてね。そうだよね。はい、ということで今回は仮面ライダービルドのデラックス、フェニックスロボフルボトルセットでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひ気に入ったボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、はい、それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。